ここの準備スピード早くできる。OK、じゃあ終わりましょう。はい、お疲れ様です。まっすぐ抜けるのかなって思います。うわぁ、もう一本。ゴー、下がない、下がない、下がない。ゴーゴーゴー。うわぁ、準備して。そう、あなたも準備して。しゃべれ、いいです。いや、打たせたくないね。もう一歩だね、最後のとこ。8本目、8本目、8本目。ちょめ、右手出した。スタッフ、来る、来る、来る。ではもう一個引くな、最初のとこ。 OK、 はい、はい、1本目。さあない、さあない、中から、中から。あー、やばい。うわー、まだ出してる。大丈夫、大丈夫。次、次、次、ちょめ、スタッフ。これ行け！ナイスだよ！ナイスだよ！ナイスだよ！サンキューだよ！いや、ナイス！もっと行けよ！頑張れ！当てて喜んでる！そう、もっと！うわ！出すな！あと！うわ！足出すな！だから、だから、こう！下がれ！下がれ！うしょー！うわー！2対2だからね、引っ張れたら。いいね、いいね、そう。おー、牽制あるよ。ナイス。ごめん。あー、下がる、下がるな、下がるな。普通の1対1だ、下がるな、下がるな、下がるな。なんで離れたんだ、ギンちゃん。あっさりだね。中、何の時間だ。1時だ。ギンちゃん。大丈夫、大丈夫。そう、そうだね。ゴー！イエーイ、銀ちゃん！これ！はい、起きてね。ちょっと判定しないように。ここから。最近ずっとなんかちょっと力入んない。はいはい。かけっかけっか。じゃあ、レオラスだぞ。取れたんじゃねえか！そうそう。うわ、マジで！オッケー！オッケー！3本ぐらいお願いします。いや、割れてる。また次回。また次回。いいね。また次回。いや、充実してますね。そこは、まあやっぱり自分の課題でもあるんで、まあ本当こうやって練習後に、まあ、やってくれるフォワードもいるので、まあ、そこをもっと突き詰めていきたいなっていうふうには思います。まあ本当にもちろんシンガポールと日本じゃ強度は違うんで、まあ、その強度になれる部分と、まあ、もっと自分の良さを出していけるようなキャンプにしたいなっていうふうに思ってます。そうですね、まあ1年目は自分の同年代誰もいなかった、同年代っていうか下が誰もいなくて、まあ同年代1人しかいなかったですけど、まあ下の人たちがこう入ってきて、まあ上の人たちも年齢近い人が多いんで、まあやりやすい部分はあります。まあもっと、この体重の部分で、強さを見せて、なおかつ自分のキックとかで、いいプレーをもっと見せて、試合に絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱり、練習からみんなすごくいい雰囲気でできているなと思います。まあオフシーズンに取れました。どっか行きたいとこありますか？山口だったら唐戸市場が好きなので、今まだ車は来てないんですけど、車が来たらいっぱい行きたいなと思います。対人の部分だったり、ロングボールのところはしっかり自分の強みだと思うんで、そこをしっかり試合で見せていけたらいいなと思います。好きな女性芸能人。永野芽郁さんです。小石さんは、小石さんは、はい、なんで富さん、小石さんに来てください。なんで、なんで小石さんに。お前やるようになったな、なんかキャリーに比べて、なんかそういうことやんなかったのに。今年違うね、やっぱり銀太はね。どうですか銀太、今年の。いや今年は違うよ、なんかやる気に満ち溢れてる感じがするよ。まあ去年もそうだったけど、いや今年より一層、なんか今年の銀ちゃんは違うっていうのがもう指導日から目に見えてるんで楽しみです。
ね、銀ちゃん。頑張ります。で、なんで？なんで？小泉さん。小泉さん、ちょっと。俺はアンケートに書いてあるから、見てもらえればいいよ。見といて。はい、わかりました。で、なんで？なんで？小泉さん、爽やかだな。そうでしょう。爽やかなおじさん目指してるから。お兄さん。お兄さん。いや、違うよ。違うよ。開幕に向けてしっかり自分個人としてもアピールして、開幕戦もしっかり試合に出れるように頑張っていきたいと思います。それ何？ありがとうございました。